です。どうもです。11月7日に幕張メッセイベントホールで開催される DPR チャンネルフェスにゴールデンボンバー出演させていただきます。ありがとうございます。ビジュアル系のイベントって近年なかなかない中で、そうですね。あってね、ね、企画してお誘いいただけてね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ゴールデンボンバー、ビジュアル系の、中では割と居場所がない生き方をしてきたんで、一応いろいろなご意見あるとは思いますが、一応ビジュアル系好きで、ね、少年時代を過ごしてきたので、そのイベント、今回のこのイベントをね、ゴールデンボンバーも何かしらで盛り上げることができたらと思っておりますので、はい、皆様ぜひ会場でお待ちしております。ゴールデンボンバーでした。よろしくお願いします。お願いします。 DP チャンネルフェス、はい、追加アーティストを、はい、ゴールデンボンバー決定しました。拍手。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このフェスをやるにあたってね、こういうふうに音楽業界を盛り上げたい、ビジュアル系っていうジャンルをもっと盛り上げたいっていう思いでこういうフェスをやりたいんですっていう話を、したところ、キリショーこと、キリュウインショーさんがもう2つ返事ぐらいの勢いでやりましょうと、言ってくれたことにより、決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたい限りですよ。しかもさ、これ発表する前なんだけど、決まった瞬間さ、ジュンジュンから LINE 来てさ、なんかよろしくってなんかでっかくなってんじゃん、ゴールデンボンバーって。それなのにめっちゃ律儀やなと思って、ありがたいね、こうやって今でもこうしてね、接してくれるのは嬉しいです、はい。で、多分その、同じステージというか、同じそのイベント、で一緒になるのは VJS ビジュアル、ジャパンサミット以来かな、多分。そうなるね、結構前だね。その前だってビジュアル祭りって何だろう、懐かしい懐かしい懐かしい。ガチャピンとかいた時だから、もうどうしてもやっぱ俺らの記憶がそこで止まってるから、確かに確かに。だから改めてね、なんかこれをきっかけに、なんかまた新しい関係というかね、一つその腹割った仲になれたらいいなと、そんな風に思ってます。その単純にイベントに一緒に出るだけじゃなくて、もっといろんな人と仲良くなっていけるイベントになればなと思いますので、ぜひともね、皆さん遊びに来てくださいということで、キリでした。でした。はい、どうも皆さんこんばんは、ロイズでーす。ロイズボーカルスバルちゃんです。ギタークイナちゃんです。ベースのコウちゃんです。ドラムともやちゃんです。はい、ということで、はい、我々が、11月7日に、幕張メッセにて開催する、BP フェスの、はい、最終追加アーティストさんが決定しました。アーティストさんの名前はゴールデンボンバーズ。やった、金払うわ。やばいな。いや、ここでまさかのボンバーさん、ね、いや、ありがとうございます。いや、楽しみ。いや、もう、どうですか、ボンバーさんが決まって。いや、めちゃめちゃ楽しみ。見るのも楽しみだし、一緒にできるのも楽しみだし、まあ、共演っていう意味ではビジュアルジャパンサミットが3日目か、そうです。で、ちょうど僕その時にモニターでしかライブ見れなかったんで、モニターでライブ見てたんですけど、おもろすぎて。いや、そっからもライブ行ける、キリショーさんから誘ってもらったタイミングあったんですけど、なかなか自分らのスケジュールも合わずって感じで、やっとこの度ね、ゴールデンボンバーさんと、共演することができて非常に嬉しく思っております。はい、歌ひろばさんがですね、ビジュアルジャパンサミットで僕らに会ったっていうのを感想のブログに書いてくれてて、あの子たちはすごいかっこよかった、顔が小さくてイケメンだった。僕でも実は前のバンドで対話したことあるんです。うわ、そっか。そう、実は西九条ブランニューっていうライブハウス。あー、懐かしい。その時も楽屋からもうこの人たちは面白いんだなっていう、もうあれが出とって。あ、そうなんや。パイプ椅子座ってるだけでパイプ椅子俺って倒れてた。もう持ってんねん、持ってんすか。ゴールデンボンバーさんと、一緒にねライブできるのすごく楽しみです。僕たちも、一生懸命頑張って BP フェス盛り上げていきたいと思いますんで、皆さんもぜひとも、たくさんライブに遊びに来ていただければなと思っています。それではロイズでした。ありがとうございました。頑張ります。やったー。
送りしてます、ね、ちょっと縮んじゃったねというわけで、あーはーい、はい、というわけで成長期というわけで、このドラゴンです、はい、へい、なんと声が悪い、はい、というわけでですね、なんだっけ、なんかまたアーティストさんが決まったみたいで、はい、誰だか知ってる、みんな誰だか知ってるっていうか、日本中の人がさ、知らない人は逆にいるのっていうぐらいの紅白で見ました、もう国民的な、国民的なバンドさんが決まりましたよ、なんと、はい、あのガーデンバンバーさんです、すごい、会ったことない、そうない、もうブラウン管越しでしか会ったことない、まだブラウン管けるよ、もうあっち、あっち越し、画面越しでしか会ったことないよ、どうする、同じステージに立つって、いやすごい、いいな、来ちゃったよ、いやそうです ね, ね、ちゃんと挨拶しよう、ちゃんと挨拶しよう、ちゃんと挨拶しよう、いや本当にね、いいしてる一人が挨拶はしてらんじゃない、いや本当にね、すごいね、バンドさんが発表されましてね、はい、今日はどうですか、いやすごい楽しみですね、すごい楽しみだよね、ありがたい、普通に俺はあの直接ライブ見たこともないのに、はい、だからそれも楽しみだ、すごい面白いしさね、だからね、そこら辺もすごい楽しみだしね、はい、だから、僕は曲をiTunes でダウンロードした、おっ、おっ、じゃあもうそれを生で聴けるのがね、当日すごい楽しみですね、はい、もうこのフェス、もうこの上が来ちゃったら、もうまだもう成長期の逆成長期の逆というわけでね、はい、そんなね、もうね、ほらビビっちゃってる、多分ビビっちゃってる、うちの隼人がビビってるよ、おお大丈夫頑張るよ、俺がもう当日頑張るので、はい、皆さん、ゴールデンボンバーさん好きな方も、子供ドラゴン、みんなそれぞれその日のね、一日をね、楽しんでいただけたらと思うので、よろしくお願いします、というわけで、子供ドラゴンでした、はい、なんと本日、ゴールデンボンバーさんが解禁されました、ベイビーキングダムです、はい、はい、11月7日幕張メッセ、はい、一緒に共演させていただけることをすごくありがたく、そしてなんか緊張しながら、ワクワクしております、はい、どんな気分ですか、やっぱ緊張しますよね、イメージ、テレビで出てるね、テレビでどうか、そうですね、いやでも個人的にはね、桐生に翔さんと、はい、翔子って言うんですけど、はい、翔ちゃん&翔子ちゃんで、一緒に写真撮ってツーショット撮っていただきたいなと、はい、はい、もう思ってますね、はい、ね、すごいね、なんていうの、あの大学生の時とかもあのカラオケで歌ってましたよ、はい、これね、はい、なんでそういう、本当にね、まさか交わることのないと思ってた、はい、あの先輩、大先輩と、まあ、共演できるっていうのは、まあ、夢みたいな話なんですけれども、はい、そこに、まあ、ビクビクしてても、はい、僕たちは自分らしいパフォーマンスできないと思うので、はい、まあ、当日思いっきり楽しんで会場を沸かせに行きたいと思ってますので、ぜひゴールデンボンバーの、ね、ファンの皆様も当日よろしくお願いします、お願いします、以上、私ベイビーキングダムでした、バイバイ、バイバイ。